れてる。立ち方忘れて座ってる椅子から離れる理由が欲しかった。3歳の翔平は誰にも見向きもされず、昔は痛いって知った。心にちぎれた綿目、甘くなんかなくて広がってく。空気の香りが徐々に変わり出し、また今日もなんだって呆れた。ほどほどの愛嬌にぐるぐる飾りを巻いて、浮かべて隙間が空いた。君を知った見てて、引き先選べず泣かれてる。